はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価をお願いします。今回は宮城県の、えー、生命保険会社の正社員3年目、25歳の方の、えー、年収の厳選徴収ですね、えー。最終学歴は、えー、大卒で、仕事内容は生命保険営業、営業所にて営業職員の営業支援。必要な資格やスキルがファイナンシャルプランナーの2級。 勤務時間が1日8時間で残業が1日平均3時間収入が月収31万年収450万ボーナス40万、えー、保険の営業したい方のアドバイスとしては他人と関わることが好きな人におすすめですで年収が413万9915円でそこから工事を引かれて手取りが286万8800円となっています えー、今回は生命保険の営業の方の給与明細あ、年収の源泉徴収でした。えー、まあ、400万超えてるんで、まあ平均的なんですけど、えー、まあボーナスがもうちょっとあったらよかったかなっていう給与明細でした。今回はこれで終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。